いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします空前の人気で異変大谷翔平は次元が違う衝撃の注目度に地元紙も驚端ロサンゼルスタイムズが大谷に関する写真を8枚も使って大特集ロジャースの春季キャンプが大谷翔平投手の異次元人気に湧いている多くのファンが連日訪れ 報道陣には取材規制が敷かれたほど地元紙ロサンゼルス・タイムズは大谷に関する写真を8枚も使って特集記事を掲載他のスター選手と比較しても次元が違うと伝えている15日日本時間16日に掲載された記事は大谷への熱狂ぶりを8枚の写真を使って紹介実際の少年が大谷にサインを求めるなどファンの様子を熱狂を見よと伝えている チームにはフレディ・フリーマン内野手やムーキー・ベッツ外野手という看板選手が既にいるが大谷は次元が違うセレブリティだと評する MLB で最も華やかな球団に加入した大谷は最も人気のある選手でありマリー・ボンズが2007年にハンク・アーロンのメジャー最多本塁打記録を塗り替えて以来球界で最も注目される選手になると考えられていると強調する一方で空前の注目度を 全ての選手が歓迎しているわけではないとしごった返すクラブハウスで過ごす選手は減っているとも報じているその一挙手一投足が注目を集める大谷新天地でどんな成績を残すだろうか神対応が話題の大砲へ「大谷翔平からチームメートだね」愛情を感じた一本のメール「ヘルナンデス彼の練習を見たり活躍を楽しむチャンスを得た」 ドジャースに加入したテオスカー・ヘルナンデス外野手がポッドキャスト番組に出演チームメートとなった大谷との最初のやり取りを笑顔で明かした31歳のヘルナンデスは通算159本塁打を誇る右のスラッカーシルバースラッカー賞には2度選出されている昨季はエンゼルスのライバルでもあるマリナーズで主砲として160試合に出場打率2割5分8厘26本塁打 93打点を記録していた4月5日日本時間6日には大谷からデッドボールを受けた際にお互いを気遣う行動が話題となっていたベン・バーランダー氏が司会を務めるベースポーツ局 FOX ス,スポーツのポッドキャスト番組「フリッピン・バッツ」に出演したヘルナンデスは移籍が決まった際に翔平は僕にテキストメッセージを送ってきたんだ調子はどうなのか聞いてきたり僕らは今はチームメートだねレッツゴー ととと言っっていたたたよと連絡をを取り合ったことを明かしたチームメートになったことについては本当に嬉しいよ今までは対戦相手として反対側で見ていたけどこの男は準備をするためにそしてフィールド上で彼のプレーをするために何を毎日にやっているんだろうという気持ちになるそして今彼の練習を見たり活躍を楽しむチャンスを得たってわけさと胸を躍らせているようだ14日同15日同には バッティングケージの横で大谷と1対1で打撃談義を行う場面も彼のバットの重さや大きさそしてもっとお互いのことを知ろうとしたいい関係を築こうとしたんだ私のバットと似ている重さは同じだし長さも彼が34インチ私が33.5インチだと全体キャンプ初日で早速コミュニケーションを取っていた大谷翔平の前髪を下ろしたラフスタイルに貴重な映像。 全てが尊い球団が手羽先大食いコンテストの動画を投稿ロジャースの球団公式 SNS が更新され大谷や山本義信投手がチームメイトと一緒に盛り上がる様子が公開されたロジャースは球団公式 X やインスタグラムに手羽先大食いコンテストの動画を公開ミゲル・ロハスが進行役を務め選手に誰が優勝と質問した 白地のシャツに前髪を下ろしたラフなスタイルの大谷は園さんと山本由伸の通訳を務める園田義弘氏を優勝候補に挙げたいくつ食べると思うかという問いに大谷は40と笑顔で回答カメラを向けられた山本も75と和やかな表情で答えたコンテストは見事園田氏が優勝しチームメイトらから「ひろひろ」とコールが沸き起こり雰囲気の良さを物語っていた この投稿には、わあ、貴重な映像。すごく盛り上がってる全てが尊いこれ笑える翔平はいつも通りキュート翔平はエモいわ由伸75本ってマジ大谷選手山本選手ドジャースの一員ですねチームの皆さんと楽しそうで微笑ましい翔平はシャイだねこの動画最高だよ 山本由伸さん通訳の園田さんが見事に優勝されてるすでに愛されキャラです敵など日本のファンからも反響が続々と寄せられた「エンジェルスのファンはこの記事を見ない方がいい」当時 FA だった大谷翔平側からのオファーにモレノオーナーは「最悪の2文字を言い放った」と地元紙ロサンゼルス・エンジェルスのオーナーアート・モレノがコンオフに巻き起こった大谷翔平をめぐる争奪戦について語った地元紙 オレンジカウンティレジスターの取材で答えた争奪戦の最終盤ネズバレロ代理人を含む大谷陣営はロサンゼルス・ドジャースやエンジェルスなど複数球団に対して年俸契約年数希望条件などを提案各球団からの返答を受けた上で最終的に大谷はドジャースを選んだこの時エンジェルスも大谷側からの提案を受けていたがモレノは球団として断ったことを認めたエンジェルス専門メディア ヘイローズトゥデイは「オレンジカウンティレジスター誌」の内容を引用して「エンジェルスのファンはこの記事を見ない方がいいかもしれない」と記載二刀流のスーパースターシ平大谷からのオファーに対して「モレノは応じたくなかった」として「モレノは最悪の2文字を言い放った」という「エンジェルスがそのオファーに応じるつもりだったのか」と問われたモレノは「ノー」と答えた。 モレノが大谷陣営からのオファーを断った話は当時から報じられていたが改めてオーナー本人がその事実を認めた分かっていたとしてもエンジェルスのファンとすれば失望してしまう言葉だもしモレノが大谷陣営からの提案を受け入れたとしても大谷がエンジェルスとの再契約を選んだかどうかは知る由もないそれでもハローネーションはエンジェルスがスーパースターを引き止めようとしなかったのは稚拙なマネジメントだった ファンがモレノを嫌う理由にさらに弾みがついた出来事となったと結果的に大谷が退団するとしても大谷に対する姿勢が問題だったと指摘した大谷はエンジェルスに対して全力を尽くしたポストシーズンには導けなかったが彼がいたからこそエンジェルスは少しでも存在感を示すことができたのだ現在その全てが失われかつてのエンジェルスのスーパースターは北の隣人で王朝を築き上げようとしている このようにドジャースと大谷の現状を記しモレノは一体何を考えていたんだという言葉で記事を締めくくった大谷翔平不在で一変した光景50人から3人に激減エンゼルスキャンプに漂う寂しさエンゼルスのキャンプに例年50人程度いた報道陣が今年はわずか3人にエンゼルスのキャンプ地に例年にはなかった異変が起きている取材陣が激減し 近年は常に50人程度いたが今年は3人米メディアは大谷の流出によるものだと伝えている昨年まで6年間在籍した大谷が FA でドジャースへ移籍スターを失ったエンゼルスのキャンプは寂しさが漂っているようだバッテリー組は14日日本時間15日にトレーニングをスタート野手陣は18日同19日に集合予定だが地元紙 オレンジカウンティ・レジスターのジェフ・フレッチャー記者が報じたところによるとパトリック・サンドバル投手はここの雰囲気はいいよ選手たちは動く準備はできているどういうわけか選手周辺の全体的な雰囲気が少し違うように感じるねと印象を語っている記事は明らかな違いの一つはエンゼルスに翔平・大谷がいないということだと説明メジャーで最も才能ある選手を失うことが 前向きな変化だと指摘する人は間違いなく誰もいないだろうが大谷の後についてきたスポットライトの欠如は疑いもなくチームの雰囲気を変えると指摘している取材陣がわずか3人という現状にエンゼルスが外部から寄せられる期待は最小限だとも記事は述べている大谷が流出した影響はとてつもなく大きいようだ最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録 高評価をよろしくお願いいたします。